パリオリンピック開幕アイドルのチャンネルを始めていきたいと思います。7月27日土曜日。はい。えー、7月もね、第4週が終わりましたので、えー、先に結果発表していきたいと思います。前年23年対比87.2%、えー。前年対比87.2%でした。2022年対比105.1%。22年対比105.1%でした。 えー、コロちゃん以前の2019年対比88.6%、19年対比88.6%でしたということで、はい、えー、去年がですね、えー、台風がね、えー、来てね、2日ほど、えー、営業ね、できなかった日がありましたと。で、まぁ、あ、22年はね、まあ、コロちゃんね、まあ、最中の、えー、コロナね、まあこんな感じですということで、えー、10ね、12、3ぐらいまでね、ちょっと、えー、ままあえー、追い込みをね、 できてきましたねという、ねえー、感じでした。はい、そして、えー、本日から、ねえー、恐れておりましたね、えー、オリンピックが開幕しましたということで、えー、ちょっと、ね、あの時間帯がねどうなのかなと思ったら、ドンピシャルでねゴールデンタイムに、ねえー、まさかのゴールデンタイムに流れちゃうという、ね、最悪のね時間帯というかね時差だったみたいで。 ああ、思いっきり営業中にね、あの、オリンピック流れてるなーっていうね、思いながら、ああ、今日はね、予約が、ええー、1件、2件、2件ぐらいか、ええー、ね、カウンターのお客様だけだったんで、あれ、団体さんっていうかね、座敷が埋まってないぞっていうね、ええー、感じからのね、スタートだったんで、これはちょっとオリンピックの影響があるんかなと思ってね、ドキドキしながらね、まあ、開店したんですけれども、まあ、終わってみたらですね、ええー、まあ、ちょっとね、まあ、 人数的にはね、やっぱり来店人数は少なかったんですけれども、まあ終わってみたら、えー、炸裂で終了ということで、まあ、えー、木、金、土とね、三、えー、連勝ね、えー、できることができまして、えーまあ、数字だけ見たらね、まあ7月のね、えーまあ、夏のね、繁忙期のラストのね、第 1, ラスト1週間ね、ね追い込みウィークでぐーっとね、まくる、まくるというね、いつもの流れにね、ちょっと戻ってきたような、 えーまあ、数字がね、残せましたけれども、まあ、来店数だけ見るとね、まあ、全然なんで、ああ、やっぱりちょっとね、影響があるのかなと思いながらね、まあ、あとは、このね、猛暑、酷暑、ねえー、もうなんかね、えー、危険があるね、体にね、えー、危険があるようなね、暑さですっていうのがね、えー、まあ、なんか、おニュースとかでね、表示されるようなね、まあ、本当にね、ほぼ体温と変わらんようなね、えー、暑さが連日ね、続いておりますので、まあ、それプラスね、まあ、コロちゃんの え、11波ね、え、KP3 ね、KP ちゃんが猛威を振るっておって、まあ普通にね、えー、猛暑だけでもですね、体力がね、奪われて、免疫力がね、落ちてるところに、KP ちゃんがね、猛威を振るっておりますので、えー、結構ね、周りの話を聞いてもですね、影響があるということなんで、まあ飲食店関係でもですね、えー、まあ KP ちゃんか、まあ普通の風邪か、まあ何やったら過労ですかね、まあ本当に、 暑さで体調不良みたいなね、えー、方も結構いらっしゃるって聞きますので、まあね、夏の繁忙期に、えー、フルメンバーで、えー、ね、もう、上値をね、終えるような、えー、お店っていうのはね、どんぐらい残ってんのかなっていうようなね、えー、状況になってきたんかなと思いながらね、まあどっかで、まあ今は大丈夫でもね、8月入って、えー、バタバタ倒れるとかね、まあその KP ちゃん、えー、になったり、まあ普通に過労でね、 えー、もうバターンとなったりとね、まあ、そういう、えー、現象がね、起きてくるでしょうから、まあ本当にね、えー、大変やなと。まあ唯一ね、えーまあ、助かったのは、ここ何年間かね、えー、7月ね、台風で、えー、お休みがね、えー、あったわけなんで、今年はね、台風のね、えー、一応ちょっと来ましたけど、それちゃいましたので、まあ、台風のね、影響がなくね、営業できておりますので、まあそれだけがね、まあ唯一の まあ、救いかなとっていう感じですね。はい。まあ、初日からね、えー、オリンピックね、えー、バレエ、ねえー、バスケ、あと柔道かな。えー、まあ、いろいろ本当になんかね、あの、人気種目がね、バーっとあってね、あー、まあ,まあやなとね、初日からまとめてきたなと思ってね、これね、あの、日程とか全然ね、あの、うちの家にテレビがないんでね、えー、分かんなかったんでね、お客さんに聞いてみたらですね、 1>, 1ヶ月ぐらいあるみたいよって言われてね。おぉ、1ヶ月かーと。ちょうど、ちょうど8月の繁忙期と被るなと思いながらね、えー。繁忙期バーサスね。えー、パリ、えー、オリンピックね。不況どっちが勝つかなと思いながらね。うーん、と思いながらね。えー、乗り切れるかなと思いながらドキドキね、えー。しておりますというね、お話でございました。はい。で、えーまあ、今日ですね。まあ、今日、今日というかね、今週ですね。えー、ちょっとねあ、ジーンと来たのがね、感動的というかね。 感傷的になったのがですね、えーまあ、昔のね、常連さんですね、あしばらくね、えー、会えてなかったね、常連さんがね、な何ですかね、もう今週にね、まとめてね、えー、パラパラね、あのー、お久しぶりって言ってからね、ご来店くださってね、えー、一番上で言ったらですね、87歳のおじいちゃん、えー、見た目がね、だいぶ痩せてたんでね、もっと上なんかなと、90何歳ぐらいになってるのかなと思ったら、えー、奥さんにね、何歳,何歳になられたんですかって聞いたらね、 87歳って言うから、87まだちょっと、ね、若いからね、もうちょっとね、ご飯食べてね、太らんやけんですね、みたいなね、感じでね、お話ししたりとかね、昔からね、あの、ご家族でね、がっつりね、やってくださるね、まあ、ご一族のね、ご家族の方々がね、3名様ね、奥さんとお孫さんでご来店くださったんですけどね、お孫さんがね、昔来られてた時でね、小学生、 本当にね、小学生、低学年ぐらいやったかな。えー、小まだちっちゃかったですね。本当に小学生だった子が、えー、なんとね、今日聞いたらね、お姉ちゃんになってたんでね、何歳になったのって聞いたら、二、え、十、ー、歳ということでね、ああ、うちのおっ子と同級生ぐらいか、同級生か、と思ってね、ああ、小学生やった子がね、もうね、えー、二十歳になったか、と思いながら。で、その頃お兄ちゃんがね、えー、昔ね、まあ、付き合ってたね、彼女と、 えー、来てくれてたんですけどね、あの音ど,どうなったんですかって聞いたらね、いや、結婚したよってね、えー、ああ、よかったですねっていうね、まあ、そういうね、あのなんか、そういう常連さんのね、えー、人生ドラマをね,、えーおきねえー、お聞きしながらですね、ああ、時のね、流れはね、えー、早いなぁとね、えー、思いながらもね、えー、もう私自身はね、まあ、同じ場所で商売してね、で相変わらずのね、独身ぼっちなんでね、えー何の、何も変わらない状況下でね、 えー、生活しておりますのでね、まあ己自身だけがねまあ時間が止まってるなーっまあその止まってる時間のさなかにねまあコロチャンカのね4年4年間があったりとかまあ昨今のねまあそういう物価高ねインフレスタグフレーション、えー、が押し寄せてきたりね、えー、人手不足がね加速したりねなんかいろんなのをねまとめてね時が止まっとる割にはなんかまとめてね えー、難儀なことがね、まとめてきたなぁとね、思いながらね、あーと思いながらね、ちょっとね、頭を悩ませておるわけなんですけれども、まあそんな中でもですね、えー、まあよくね、えー、コメントくださるね、まあ子犬のポチさんからね、また、えー、コメントをいただいておりまして、まあ昨日のね、まあ動画のね、えー、話ですけれども、まあそのね、えー、コメントでですね、 えね、今の飲食店は、えー、飲食店の倒産はインフレ倒産、ゼロゼロ融資倒産が多いですが、えー、今後は人件費倒産という、ね、人手不足倒産が増えていくでしょうねと。言ってるように、えー、儲からない仕事はし,、えーね、しないとで。借金しないと。人を雇わないことですと。えー、潰れる要因を排除すれば潰れませんと。うちは65歳くらいまでは頑張って利益出してましたが、それ以降はだんだんと投資に 重きを置いて、商売より投資を優先してきましたと。え、年を取れば商売はできなくなりますが、投資はできますからねと。引退後の未来を重視するなら、本業より投資ですと。おかげで全然儲かっておりませんと。儲かるような仕事をしていないと。え、昼の1時、2時に出てきて、夕方には閉めていますと。え、しょっちゅう休むし、親の介護や自分の体調を優先していますと。暇つぶし商売ですから仕方ありませんねと。そんなもん、え、それでも、 えー、全く問題ありませんと、年いくとそんなもんですと、えー、いうことでね、あまあ、確かにね、まあ、私も、えー、何歳までですよね、50周年までね、えー、トリマン50周年まではね、やりたいなということで、えー、何歳かな、80歳ぐらいまでやったら50かな、えーね、生涯元気で頑張ろうと思ってましたけれどもね、えー、いかんせんね、体が、ね、動かなくなったらね、もうそれで終了ですからね、まあ、膝、腰悪くなってね、立ち仕事が。 できなくなってもダメですし手がね動かなくなってまあ焼き鳥のね串打ちとか仕込みがねできなくなったりとかねなんやったら包丁が持てなくなったらね、えー、仕込みもねできないし、えーまあ、車が運転できなくなったらね仕入れにもいけないしまあ、えー、家族がねいるような、ね、商売人だったらですね、まあ、例えば奥さんが若かったりとかね、えーまあ、子供がね、まあ、その頃には大きくなってたりとかね、まあ、そういうので、えー、手伝ってくれるようなね、えー、家族がいればですね 年いってもも、でできるでしょうけれどもまあ私の場合はね、あの独身なんでね、まあ、そのまま、えー、一人でね、年老いていくパターンなので、まあ、そうなるとですね、まあ、今でもね、まあ、仕入れ先とかでね、えー、もう80過ぎてるようなね、おじいちゃんが、えー、株に乗ってね、こうなんか荷物持ってね、えー、仕入れに来てね、株に乗って帰っていきますけれどもね、あれ見たらね、大丈夫かなとね、風吹いたらね、風吹いたらね、 こけるんやねえかなとか思いながらですね。まあそういう方とかね。まあよくそういう仕入れ先で会うね。えー、まあ昔若かったというかね。えー、方々もね、だいぶ土地を取られてね。えー、なんか酔った酔ったね。歩きながらみたいなね。ああ、ちょっとおじいちゃんおばあちゃんになったな、みたいな方々がね。まあ参見、ね、されますので。で、皆さんまだね、車とかでね、買い出し来られてますけれども。ああ、これ、車乗れるのはね、どれぐらいまで乗れるんかな、みたいなね。まあ例えば80までね。 やろうと思ったらですね、危ないからもうね、の乗らんときみたいなね、えー、流れがね、来ますし、まあそのうち年齢制限がね、出るかもしれませんね。もう80、えーもう70ね、70歳超えたら、えー、ダメよとか、もう80歳になったらね、もう免許をね、強制的に返しなさいよーっていうようなね、まあ、ルールがね、えー、法制化、ね、される可能性も、えー、これからね、まあ高齢化社会がでね、進めば進むほど、 そういうのもね、出てくると思いますので、まあ、そうなったらね、何もできなく、仕入れもね、いけないし、ね、体が良い良いになるとね、えー、仕込みもできないし、みたいなねで、営業中のね、立ち仕事もできないし、みたいなね、えー、なっちゃったらね、本当に何もできなくなっちゃいますので、まあこのね、子犬のポチさんがね、おっしゃるように、まあ確かに、えー、まあ投資の方にね、シフトしていくのがね、まあ正しいやり方なんでしょうけれども、まあ、投資の方にシフトをね、していくためにはですね、えー、それなりのね、 お金がないとね、できないわけなんで、まず、えー、商売をね、やってて自分のビジネスで、えー、利益をね、出して、その利益を、まあね、えー、もう、えー、蓄積させて、で、そっちのね、投資の方に回すというね、まあやり方が一番ね、まあ、あのー、金持ち父さん、ね、貧乏父さんのね、えー、クアトランドの、えー、ね、えー、にもね、えー、載ってる通り、まあ、えー、いずれはですね、 え、ビジネスオーナーになるか、えー、まあ投資家になるか、まあそっちの方のね、えー、クアトランドに行かないとなかなかね、豊かなね、えー、生活を手に入れることはできませんよと。あとは、歳ってね、まあ自分の体をね、使って、えー、自分の時間、自分の体を使ってね、えーね、利益を生むようなね、えー、仕組みでやってると、まあ自分がね、動けなくなったら終了だから、えー、ね、自分がたとえね、入院してね、ベッドの上でもね、チャリンチャリンとね、入ってくるような、 えー、仕組みにねしとかないと、ね、その時点で積んじゃいますよみたいなね流れになってますけれどもまあでもね今のね、えー、我々のね、えー、氷河期世代っていうのはまあほんに、えー、貯蓄がねあんまりいない世代全、えー、世代で比べてもですね,、えー、ね一番ないぐらいの、ね、世代だと思いますので、まあ、そのね最後の人口ボリュームゾーンが、まあ、今からね,、あのー、ね老人になっていくわけなので。 まあこのね、今私が今年45ですけれども、まあ今の老人の定義で言うとですね、まあ65歳がまあ老人の定義だとするとですね、まあこれあと20年でえね、老人認定されるわけなので、まあそれまでにね、えー、なんとかね、まあそうやってえ自分でえまあ投資なりね、まあ貯金ね、えー、稼いでね、利益をえ運用できるようなね、状態にしておいて、まあ店もやりつつね、 えーまあ、健康的にね、まだ店もできるんであればね、やって、で、なおかつね、えー、毎月というかね、まあ年でもいいですけれどもね、えー、生活費がね、投資で賄えるぐらいのね、まあそれか他の副業とかね、まあスモールビジネスでまあ自分が動かなくてもね、チャリンチャリン入ってくるようなね、まあそういう仕組みを作っとかないと、えー、もう体が動かなくなったら、まあ終了ですよというね、流れになりますので、ただね、もうそんなん言ったらね、みんなこれからね、そんな状態に、 なるね、えー、世代というかね、えー、の人たちが多いわけなんでね、どうしようもないですよね。<laughs> いざねあの、それをみんなね、あの国で面倒見ようと思ってもね、えー、もう面倒見きれませんというようなね、まあ、話になりそうな流れなんでね、まあ今日でもですね、あ遺族年金のね、話が、ねえー、ニュースになってましたけれども、まあ、厚生労働省が、厚生労働省が18歳未満の子供がいない 世帯の遺族厚生年金給付について見直す方向で調整に入ったと各社が報じていると20代から50代で子供がいない場合受給者が妻でも夫でも給付は一律で5年間のみにするというと現行制度では子供がいない夫婦の場合妻は夫が亡くなった時点で30歳未満だと給付は5年のみだが30歳以上なら結婚や養子縁組した時を除いて 障害にわたって給付を受けることができると。これが見直し案では、妻が20代から50代の場合は、5年間の有期給付となると。妻を亡くした夫の場合は、現行では55歳までは受給権がなく60歳からの支給となっていると。これも20代から50代は5年間の有期給付となる見込みだと。 えー、この見直しは子供がいない世帯のみで、えー、子供がいる世帯と、えー、60以上の世帯は現行制度のままとなるというね、えー、いう感じですね。はい。まあ、そんな感じでね、なんかね、また、えー、年金制度ね、また変わるということなんでね、えー、もらえるね、まあ、こういう後出しでね、ゴールポストを、ね、移動させるのはいいですけどね、まあそういう もらえるね、そういうね、プラスの面がね、えー、ちょっとね、あの、毀損されるんであればですね、掛、えー、け、け金をね、安くね、えー、してくれやっていうね、感じになると思いますのでね、ああ、まあなんか次から次へとね、まあどん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 ね、えー、ゴールポストがね、移動されるなっていうね、まあこうやってね、まあ、ルールがどんどん変わっちゃいますので、えー、どんだけね、盤石な状態に、ね、なっててもね、途中からルール変えられたらですね、まあ、それに対応できなければでね、 えー、生きていけませんよっていうね、まあ、世の中にね、まあ、これからなっていきそうなんで、まあ、なんとかね、まあ、常に自分でね、えー、まあ、お金がね、入ってくるような仕組みをね、作っとかないと、誰かにね、えー、依存してたりとかね、まあ、国にね、えー、依存したりするような生き方だと、本当にね、あのー、いざ、ね、ゴールポストをね、えー、移動させられた <laughs> え瞬間にね、えー、終了と、まあ、例えば生活保護になってもね、 えー、じゃあねもう今、来月からね、あなたはね、もう給付対象外ですってなった時点で、えー、終了ってなってしまいますのでねあー、なんかね、もう本当に、もう自力でね、どうにかしていくしかないのかなっていうようなね、世の中に、まあ、どんどんなっていますけれどもね、まあ、あーまあ、しょうがないっちゃしょうがないんでしょうけれどもね、まあなんかね、えー、後出しじゃんけんはね、もうやめてもらいたいなというのと、まあいろんなね、まあ最近のニュース見てるとね、もうお国、ね、日本は、 何もね、してくれるなというようなね、もうね、じっとしとってくださいと。なんかね、やろうとすればするほどね、生活が苦しくなるのでね、本当に何もしないでくださいというようなね、一連の今回のね、流れでございますという話でございました。はい、というわけでね、7月ね、前半ボロボロでね、中盤ぐらいまでボロボロでね、本当に先週までボロボロっていう感じですかね、先週ようやく週末ね、金土とね、 えー、今月に入ってね、初めて2連勝をすることができまして、で、えー今,えー、今週ね、木金銅とね、えー、3作列ね、えー、1発超作列と、ね作列2発の3連勝がね、出ましたので、えー、ト,リトリマンね、えー、売上移動平均線アベレージがだいぶね、えー、回復して、ちょっとね、マシンがありましたけれども、まあこれね、7月なんでね、普通だったら繁忙期と言われてるね、えー、まあ季節なんで、 まあ本当だったらね、もうちょっとね、上値を追わないと、えーね、まあ暇だった時のね、マイナス分が取り返せないのでね、ええー、七と、えー、結構ね、利益を残して、まあ前半のね、1月2月、えー、ね、年初のマイナス分をね、リカバーしないと、ね、なかなか、えー、支払いしたらね、終了ということになってしまいますのでね、えー、ちょっとね、難儀な、ね、まあ相変わらずちょっとね、苦しい、 状況は続いておりますよというね、流れでございます。はい。えー、で、まあね、今週、えー、今週ね、まあその求人のね、まあ、支払いもしまして、まあちょっと過去動画でも話しましたけれども、えー、4週にわたってね、まあラストが、えー、8月8日、えー、が最後のね、えー、まあ掲載日となりますけれども、えー、4週ね、えー、掲載してね、えー、応募がね、ゼロみたいな、ね、流れになりそうなんでね、 あまあ、時期は悪いけれどもね、反応がね、本当にないなということでね、まあ、ちょっとね、同社門会のを止めながらね、まあ、子犬のポ星さんのね、えーまあ、ご教授の、ね、コメントでもありましたけれども、まあ、これからはね、本当に、えー、今まではですね、まあ、本当に売り上げ不振とかね、いろいろありますけれども、えー、これからはね、本当に、 えー、倒産ね、要因がまあインフレ倒産とかね、ゼロドル融資倒産が多いけれども、まあ、これからはね、まあ、人件費倒産と人手不足倒産がね増えていきますよというね、まあ、流れですけれども、いや、本当にね、ちっちゃいところはね、あの販売不振は、まあ、当然ね、これだけ物価が上がったらですね、どこも販売不振で、まあ、ちょっとね、火の,の車なんでしょうけれども、まあ、さっき、えー、とね昨日かな、おとといかまあ、 決まりましたけれども、まあ、最低賃金も全国平均で50円があって、1054円になりますので、どうするっていう感じですよね。これからね、さらにね、えー、人件費が上がりますよっていうのはね、確定しましたので、で相場はね、また、またその最低賃金より、まだ上に行くでしょうから、特に田舎の人がね、ねそもそも論はね、若い子がいないようなね、土地だとですね、 いっときね、あのうち下関、まあ、下関けど、うちの時給がですね、えー、大阪よりね高いときありましたね。えー、で、まあ、都会よりね、田舎の方が、まあ、そうやってね、えー、我がい子の数が少ないんだから、えー、まあ普通に考えてですね、えー、田舎のね、そういう過疎地の方が時給をね、えー、多く出さないと人が集まりませんよっていうね、まあ、時給を考えたらですね、まあ、そういう結果になるわけなので、まあ、これからね、田舎、 諮問席はまだ、ね、山口県で一番人口が多いと言われておりますけれども、まあ、それでも中核都市レベルなんで、25万人しかいないのでね、まあ、それで、まあ、高齢化率は、ね、中核都市で言ったら、ね、全国2位なわけなので、まあ、そもそも、ね、労,働労働者、労働、ね、生産人口ですかね、が少ないわけなので、まあ、当然ね、あの時給の単価はね、これから、ね、加速度的に。 上がっていくのはね、目に見えてますので、じゃあそれをね、払って、えー、なおかつね、えー、まあ、居酒屋なら居酒屋ね、まあ、飲食店なら飲,飲食店を、えー、回せれるね、店がどれだけあるんかというね、まあ状況になりますので、今ですら、えー、もうカツカツのところはね、もう終了っていうね、もう落印をされてるようなね、感じなんで、ねえー、これからもっとね、大変になりますよと言われておりますのに、今でもうね、 えー、大,大赤字ぶっこいてね、えー、終了、えー、モードに入ってるところはね、本当に早めにね、参、えーまあ、ったりした方が傷がね浅かったりするんじゃないかなと思いながらね、まあ、自分もね、もうどうなるかなと思いながらね、まあ、商売してますけれどもね、まあ、これが、えー、先を言ってるね、欧米、えー、あとオーストラリアとかのね、まあ、ニュースを見てますとね、まあ、飲食店がね、飲食、サービス業ボコボコ潰れてますので、で、ね、一時ね、ワーホリでオーストラリア行ったらね、稼げるからってね、あのニュースに騙されてね、行った。 若い子たちはね、意外と苦労してるっていうね、話を、えー、ニュースとかでね、見たりしますけれどもね。えー、まあ本当にね、なんやったらね、えー、そのうちあの中国がね、まあ、失業率がね若、えー、若年性、若年失業率がね、バカ高いわけなので、もう一回一巡してね、中国人が日本に出稼ぎに来るというかね、日本に働きに来るね、時代が来るかもしれんなというようなね、えー、現状になってきましたね。えー、まあちょっとね、中国、 アメリカね、欧米とはちょっとね、あ仲が悪くなってきてますので、またまあ日本行こうかみたいなね、流れがまた来そうな感じなんで、今はね、ベトナムとか下関、下関で言ったらスリランカ、えー、とかがね、多いですけれども、えー、もう一回ね、あの中国人がコンビニに立ってるようなね、時代、なんやったら、普通に、まあ、そういうね、えー、アルバイトとかじゃなくて、普通の社員としてね、普通に中国人がね、中、え、小、ー、零細で働いてたりとか、 なんやったらもうね中国人が、えー、もう会社ごとね、えー、もう山口県も7割ね中小零細企業が、えー、後継者にないということなんで7割の企業をね、まあ、買えるチャンスがあるわけなんでなんやったらもう中国にね、あのー、仕事がないんやったらねまあお父さんその子供たちはね、えー、まあ自分たちは金持ってなくてもねお父さん世代は、まあ、そうやってね中国の不動産バブルに乗っかってビーッと言ってね金持ってる世代だったりするわけなんでなお父さんお母さんがね、えー、日本の えー、まあ中小企業をね、買って、じゃあそこのね、社長に、えー、自分の子供をね、着かせて、で、えー、日本人を雇ってね、商売するみたいなね、流れがね、来そうかなと思いながらね、なんか結構その、えー、今週ですね、まあ、同級生がね、ご来店くださった時に、えー、下関のね、えー、中小企業もね、なんかそういう外資にね、買われてるような話を聞きましたので、本当と思いながらね、ちょっと驚いたんですけれどもね、なんかあながちね、まあ、そうやって中華系が、 中国系がですね、日本のね、企業を買ってですね、で、まあそこでね、えー、まあ子供を就職させて、みたいなね、話がな,なきにしもあらずかなという感じですね。で、まあ国からね、中国から、えー、仕事がない、ね、人らを逆に日本に引っ張ってきてね、働かせせるというようなね、感じで、中国人の方が上で、日本人がそのさらに下にね、えー、位置づけられてね、えー、搾取されるようなね、えー、未来がもしかしたらね、 え、起こるかもしれませんので、まあ、本当にね、えー、これから商売するのはね、本当に大変だし、えー、まあ、中国、中国はね、まだ金持ってますからね、まあ、どんだけ、えー、日本の人口ぐらいね、えー、送り人はね、富裕層が、えー、おったと言われておりますのでね、まあ、少々食らってもね、まだ金持ちがね、いるわけなんでね、まあ、そのね、チャイナマネーがね、日本に流れてきてね、えー、安いね、安くなった日本の不動産やらね、えー、黒字の中小企業とかね、 まあ大手でもね、えパーンとえ、安いから買いますよってなってね、じゃあ従業員は誰ですかってなったらね、日本人ですってなってね、まあどん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 ね、あのピンはねされてね、まあ、日本あの中国人に使われてね、えー、まあ働く日本人の、ね、未来がなんかちょっとね、見えるような気がしますね。で、まあ意外とね、TSMC、TMSC か、あの熊本みたいにね、 日本で、えー、雇用されるよりね、給料いいからってね、喜んで、ウいーってね、えー、台湾の、ね、ために働きますって言ってね、今、あの辺にね、働きにこっちから行ってる人もね、いるでしょうけれども、まあ、それの、ね、中国バージョンで、えー、普通のね中、あのー、日本のね、企業,企業が払うね、金よりね、高くね、えー、給料払えるからね、じゃあお前たち、ね、頑張ってわ、わ我々のためにね、働きなさいやーっていうようなね、えー、感じで。 まあね、形はちょっとね、あのー、ムカつきますけどね、ああ、ちゃんと金くれるんやったらいいかーってなってね、もう、キャンキャンって言ったからね、買い鳴らされてね、ありがとうございます、キャンキャンって言いながらね、普通に、えー、満足してね、働いてる世界線がね、あるような気がしますよね。まあ普通に今の日本人が経営するようなね、えー、ところだとね、まあ、今以上のね、まあ給料払うのはね、難しいでしょうから、まあ、そこにね、まあ外資が入ってきてね、えー、日本の中小企業、 え、経営者が払えるよりね、さらに、えー、多いね、金額。まあ、そのね、えー、会社とかもですね、えー、自分のね、国で払う金、金を考えたらね、えー、安いもんじゃとですね、まあそういう金額を払ってくれるんでしょうけれどね、それで、キャンキャンって言いながらね、えーご、ご主人さんがキャンキャンって言ってね、尻尾ふりふりしながらね、ありがとうございますって言いながらね、働いてる、えー、未来がちょっと見えますという話でございました。はい、えー、というわけでね、 はい。ええー、まあ7月ね。まあなんとかちょっとね、まだ残り、えー、花火大会がね、残ってますので、頑張っていきたいと思います。はい。というわけで、チャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクスでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。